どうも、キウイ先生がエヴァルです。エプスタお掃除ロボゴミ巻き出すがというわけでですね、今回エヴァンズラビル都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界で一見ミスター関を呼んでいきます。どうもこんばんは。なぜよろしくお願いします。やー、見た関ゴミ二次流通してるぞ。クソ野郎だな。今回の都市伝説は機密解除となり、ようやく公開されたエプスタイン事件と関係なる著名な人たち、都市伝説と言われていたことが真実となって暴かれていくので、というわけでですね、今回はそのエプスタイン事件について見ていきたいと思います。2024年1月、エプスタイン事件の裁判資料が1月1日に機密解除され、3日から順次公開されているのよ。エプスタイン氏から性被害を受けた女性のうち、数人の証言記録が含まれる合計1000ページ近い文書だといい、1月3日、4日に数百ページずつ公開されたのね。群馬のエップって言われてる。とんでもねえよ。文書に名前があったからといって、必ずしも違法行為をしたわけではないとはされているけども、エプスタイン人脈の一員だった過去が発覚するだけで、あらぬ疑いを持たれるのね。このエプスタインが所有してたリトルセントジェームズ島でね、はい、そういったその未成年のが行われてたって言われてるんだよ。でもさ、群馬ってさ、海なくね、つまり島もないんだよ。ああ、そうです、だから一体どういうことなのかっていう。切れるぞ群馬県。そしてすでに名前が挙がっていた面々は騒動を蒸し返され、再び火消しに追われることとなってるのよ。文書にはエプスタイン氏の元彼女で虐待を幇助したと訴えられたギレーヌ・マクスウェル被告の証言録や、エプスタイン氏やイギリスアンドリュー王子から未成年時に性的虐待を受けたと主張するバージニア・ロバーツ・ジュフリー氏の証言録の内容が含まれているのよ。今回公開された証言の内容にはアンドリュー王子の他にクリントン元大統領などの著名人の名前も含まれていたのね。公開された文書にはクリントン元大統領が幼い女性を好きだったとか、アメリカ政界と金融界の主要人物と性的関係を持ったという主張なども含まれているのよ。被害者の一人であるジョアンナ・ショーベリーさんが裁判で言った証言には、エプスタイン氏からクリントン大統領は少女たちに関連しては幼いことが好きだという話を聞いたという内容もあったと報じられているのよ。クリちゃん顔タイプなんだよね。そっち食うのか。そしてアメリカ国内では翌日からクリントンの話題一色で、大手ニュース番組で連日報じられているほどなのよ。エプスタインは少女たちを著名な政治家や世界の指導者に人身売買し、ハニートラップにかけて脅迫したと言われてる。なんか最近になってさ、昔テレグラムかなんかで出てきたそのフェイクのエプスタイン党のリストもあるから気をつける。あ、そうなんですか。で、関さんもね、さっき本物のね、リスト見てきたよ。全ページ。ほんとですか。20分で中国の速読少年みたいな。神がかりだよお前。そしてこのリストとされる文書の中には、海外の主要人物だけではなく日本人の名前も多数存在していると言われてるのよ。大手企業の重役たちだけにとどまらず、誰しもが知っている著名人と思われる名前までも記載されているという、ね。しかしこれらの事実を報道する日本のメディアはほとんど存在せず、ネットニュースでいくつかあるぐらいとなっているのよ。しかし情報を得るのがテレビや新聞だけだった時代ではなくなったため、 SNS 上などではエプスタインというワードがトレンドになるほど拡散されて周知されていってるのね。某事務所の時も同じだったけども、メディアが隠せば封じられるというわけにはもういかなくなってきてるのよ。あの秋山トルも言ったらしいよ。お前かお前か。そして今まで都市伝説で馬鹿げた話と言われていた今回のエプスタイン事件だけども、蓋を開けてみれば噂されていたほとんどが真実だったのよ。都市伝説、陰謀論であると簡単に片付けられてしまったことの多くの出来事は、操作されて都合よく消されてきただけなのかもしれない。今日本中で分断されているあの事象も、数年後数十年後には真実だったなんてこともあるかもしれない。その時思考停止で、ただ従順に従った者は後悔すると考えられるようになる。俺が統治するからな。くっせえな。お前。取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとかできるの。ああ。